今回、こういう決断をして、行ったら嵐がなくなるんじゃないかとか、不安に思われる方もいらっしゃるとは思いますけども、僕は、 明日からも嵐です。これはこの先ずっと僕は嵐がある以上嵐なので、それは安心していただきたいですし、また嵐が再開する、活動するという時はもちろんメンバーとして活動を一緒にやっていきますし、またこのファンクラブの中でも解、えー、放であったりとか、嵐のファンクラブのコンテンツが色々あるかと思うんですが、それは変わらず参加させていただきますので、楽しんでいただければというふうに思っていますし、ご安心いただければと思っております。 ああ、とりあえず安心ということですね。まあ、あの、今回の独立というのはえ、ジャニーズからの独立であって、嵐からの卒業ではないということですね。